お疲れ様です。今日はですね、ミイラ8000の6日目やっていきたいと思います。ということで、ユーノがね、完走しました。で、今日はね、ウッドでやっています。前回はロリーババタルババケツゴール出すよ、出すな、ケツからゴールを出すんじゃないよ、あなた、やめなさい、本当にね、ゴールじゃないじゃん。そのタルババかロリババかでやってたんですけども、まあ、結局クロス以外にはウッドの方がいいよねっていうことで、今日はこっちでやっていきます。さて、今回の相手はもう余裕でゴーレムじゃないっていう嘘つき野郎で、やっぱ嘘つきはね、しばかないといけない。しっかりね、ケツを叩いてあげなきゃね。さあ、一旦スタンプで余裕を見せていきます。すごいな、クラロアの名前ケツゴレ出すよって、なかなかだなね、これはね、あの堀市でターゲットを取ってます。さあ、からの端っぷりで攻めていくよ。で、コウモリをね、読んでトルネードしていくよ。読んでもないんだけどね、まあ、あの見てからでも間に合うんで。こうすると相手はコストがねないんです。で、ここに対してコスト使ったらディガー飛ばすと、もうこのディガーで大ダメージ入るんでね。さあ、ケツゴレ出す暇なく、ケツ出してるだけか、お主。あは、ケツ出し野郎でしたね。ただの勝ちました、諦めですね。さあ、これは神トルネによってケツをねしばきました。なんで、ケツしか言ってない。オッケー。まあ、でもこれは、俺の髪取りにですね。よしよしよし。頭、家の感想とかも、まあ、もろもろ、熱そうですね。いいね。なんかこう、さっき、メインやかの方で、ドラグやってたんですよ。そう、ラッターがね、6、8ぐらいかな。で、マジで結構、なんだろう、本当に、4、5日前ぐらいに、6、8行ってたのに、もう全然勝てないの。なんなら負け越すぐらいさっき負けて、ありえと思って、クラロワ全然勝てねえじゃんと思ってて、なんならミラードの方がちょっと勝てる説があって、ちょっとこっちの方が楽しいっていうの。そう、あ、マジで全然勝てねえやんと思って、困りました。やばいです。もう大ピンチ。このアカウントの方がなんなら今シーズン上いけるかもしれない。さあ、今回相手は、30C ですね。あー、皆さん、これバカおもろい試合見せることになるっすよ。楽しみにしてください。ちょっとこれやばいっす。あー、そっちのタイプか。ちょっと話が変わんな。マジで、三子はガチで、まあロイフグじゃなかった方がいいんですけどね。ロイフグじゃない三子だったらガチで神だったな。あー、これゴーストっすね。でリポーン持ってないのでつまんねえな。リポン持ってる持ってないというか、まあ、30種いっぱい出してくれる相手だとガチね、俺のサムネ作りやすいとかいろんなこうねあるんですけども、いやー、これはね、ただただめんどくさいですね簡単に言うとただただめんどくさい相手ですね。まあ、30種はそのトルネードプラスのウッドでしばけるんですよ。そうで、またゴーストでやられてを繰り返すので、まあどっかで流れを変えなきゃいけないわけですよ。どうだろうな、トルネードプラスのウッド8コストで30種の9コスト処理いきますっていうので、3子自体にはめちゃくちゃ相性がいいんですよ。そう、トルネも強いからね、トルネウッドミラーがダメージを与えれるしなんですけど、ロイホグブーちゃん、ロイホグブーちゃん。さあ、でハンティング、あ、プリン出しとくか。さあ、これはちょっと早めに縛ってくれること。いうのワンチャン走れる、熱い。これゴーストがこの辺に多分来る、来ないよ。いや、これ右ダメージちょっと溜まってきてますね。三子は今みたいに処理できるので、三子自体にはマジで相性がいい。いや、これコウモリたまたまぶっ刺さんねえか。
いやー、うったすけで延命してもよかったな。いや、でも全然悪くない。さあ、でこれはゴルナイ警戒しながらのしっかり守ります。守ってディガーが入ってると。いやー、これ勝ちたいな。三振には勝ちたいな。ちょっと、甘えてなんか甘えてんね。絶対タル使って。いやー、ゴルニーが強い。でもやばい、痛い、それやばい、マジやばい。何やってんの俺。いや、これ一回 D ミラーでいきます。ダメージかすぎます。んー、でかすぎる。絶対どっちか入る。熱い熱い熱い、甘えてる。いや、めっちゃあるよその D が。結構ガチで、ウッドが欲しい、ウッドが欲しい。あー、これはだってもうトルネウッドウッドでもう GG っすね。オーケー、ふい。そう、三死はね、マジでトルネードかけるウッドかける2、タスか、タスかける2か、しばけるので、まあぜひね、ウッドトルネミラーのデッキ使うこととか、まあミラーなくてもですけど、ウッドからのトルネウッドとか、トルネからのウッドで無理やり回してウッドとかでもしばけるので、知りどくかなと。ネタバレです、あなた間違いなく巨大スケルトン。これで巨大スケルトンじゃなかったら、何も思いつかねえけど、バルーンの可能性もあるのか。あれ、ちょっと待ってやばい、巨大スケルトンじゃないかもしんない。これはなんならマスケバルーンの方がやばい。近くなってしもた。最悪だ。どっからどう考えてもバカだけは届けたいって、お前バルーンやないかい。巨スケかと思ったわ。さあ、バルーンでしたね。まあこれは別になんか暇だしな。マジでチートしまーす。ピューンピューン。はい、まあキング起動と。でこれはいい雪玉です。あぶねー、ここ耐えたらマジででかいですね。こうやって言うのにコウモリつけるだけでも結構きついよ。あー、いいアイゴレだね。間に合うね。いやー、これウッド打ってプリン一発打ってくれたらガチステイできる。さあ、バルーンに対してはマジでトルネゲーですね。まあ、なんですけど、まあ、ディガーを拾えないであったりだとか、僕の攻めが通らないであったりだとかだと怪しいですね。まあ、相手のサイド逆がいいかな。結局このディガーで相手が削ってくるだけなんで、まあ、僕はこのディガーを耐える。で、危ない。コースとかないので、こうなるよね。いや、スケ咲いてるかな。タルが来るかな。いや、ディガー受け強いな、これ。さすがにと、これは取りにしようかな。いや、いらんか。いや、爆破だけでも届いてるよ。すんごい、爆破だけが届いてる。なんなら逆マス、うん。いや、届かないのか、延命できないのか。俺だけ延命できんやん、さっきから。いや、でも結構いい流れ。いや、ここで言うのが熱いね。走ってからの走る。まあここは別に何でもいい。いや、ダメージわりかし追い上げてきたけど、ここちょっといやらしめの言うので、まあ顎かな。うーん、いや待って、やべえ、あ、ヘナチョコした。拾えばいいや。拾いたい、拾えない、そして願いの爆破が
届く。いやマジで爆破届いちゃうな。いや橋前から来ないのか、やばい、ガチでやばい。シワ目だが、しかし私諦めない、諦めるな。爆破ぐらいくれてやる。だが爆破だけ。かぶせていこう。いやマジだろ。え、待って待って、熱々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 って言うのがバグってる。でかすぎー。あーこれ勝った。危ない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 。もう本当にすごいね、もう気持ちが違うわ。本当に爆破だけね届けられちゃったんですけど、まあ今日スケの爆破じゃなかったんでね、それはなんなら良かったかもしんない。おおおお、何が来るんだ。うん、本当、どうした方がいい。いきなりどうした、姉妹から。焦るな、いきなりタートルつんじゃないよ。何だったんだ今の。コロリーン。いやちょっとええやん俺。いやちょっとええやん。え、本当に。でホグ一緒、どうせあんたホグでしょ。ホグはここのトルネードだとちょっと早くても簡単に金移動できると。いいね、勝ち確の前。いやなんかこのトロタイホグバカいるんすよね、ガチで。めっちゃいるので、このプリンに対してね、この人は大砲で処理してん来るのか、ウッドを回すのか、どうするんだい。大砲でした。彼のスケか、これはスケが来るのか、ウッドが来るのか、どっちが来るんだ。スケでした。でここでもウッドを使ってくるよと。使ってこんのか言うて、遅いんで一発受けちゃうけど、ここを耐えればいいやん、いいやんいいやんいいやん。さては今日の俺ちょっと仕上がってる。端っぷり端っぷりでんにゃーい、一発いいね。あーめっちゃいい、それめっちゃいい方来た。え、いたいたすぎん。ホグライダー顔押してください。まあそんねえならもうディガーもプリンもね、トルネードも顔しろっつったからもういいってなっちゃうんだよね。さあ 2.6 ホグでもファイボー出てないので、ワンチャン 2.5 ホグのクエイクパターンもありきりみたいなね。端前アゴ、アゴがしんどいけど、これ相手あのスケ使ってるからディガー拾う方法がないんですよ。マジでスケ使っちゃうとね、相手はミスですね。で、ここにマスケが来るでしょ。来ねえのか。来んのかーい言うて。いや、痛いなー。ディガディガ。いや、マジでそれ、あれだよ。どうしよう。一旦ディガ飛ばすか。さあ、トルネで。いや、でも相手も、分かってきてる。さあ、ドルネードで吸い尽くせからの、端前また顎ね、来るよね。これはでも、コウモリウッディで。いや、めっちゃ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 いい。なんかもう相性が良すぎて、絶対勝てるじゃんっていう、話だよね。ね。行くか。あー、それはもうじじ。なんでー。いや、マジでね、あるある。変なとこに D が出るんだよね。おーい。いいやん、いいやん。いや、マジで、ミラード、順調すぎるな。順調すぎる、ちょっと怖いね。さあ、6-2、4-2。いいね。決まった、何使いですか？韓国人はね、スケラ使いが多いというね、情報があります。枯渇でした。枯渇は、てかもう同じようなデッキしか当たんないね、言うて。なんか前回、だからこうミラードの動画で、まあ、いつも枯渇とホグ当たってんね。ゴールとかラブとかも、スパーキーとかも当たってるけど、
なんか数回しか当たってない気がするし、その序盤からのロケットはマジで負け筋。それだけはね、あんたやったらあかんので、っていうのを分からせます。はい。人が言ってめっちゃいい防衛されるのかな。ああ、ですよね。いやー、そうなるよね。いやー、マジで。そのね、2倍タイム入ってない時の、なんて言うんだろうな。5コス、6コス、まあ、4コスでもか。4コス以上。まあ、別に3コスでもなんだけど、呪文は、変に打っちゃうと、もう、私もう勝てないです、コスないですって言ってるようなもんだから、マジ2倍タイム入ってない時の呪文の付け方は皆さん絶対気をつけた方がいいですよ。じゃないと、今みたいに、リガーというのにバルキリーがボコボコにされるっていう、新映像を見ることになっちゃうんだね。さあ、で、これ縦線もバルキリーもいて、ここで縦線使わせられたらガチで熱いけど、まあ、LSP 受けね。うん。で、このプリンは、まあ、普通の人間はロケット打たない。打ったら負けるからね。で、これ LSP もないので、このコウモリにディガー繋げるのは結構熱いっすね。で、これ、プリンに打たれるの嫌だから、芝居とこ。なんでやねー。めっちゃ優秀ないかよ。プリンセスはサボット考えよ、もうちょっと。お姫様はね。さあ、マクキン起動してるから守りやすいよと。いやー、で、端プリでちょっとダメージを稼いで、イガしていただきます。で、ウッドでしばきながら、いや、マジでこのプリンがずっと殴ってんだよね、さっきから。いやー、次の、まあ、小勝に対して、ただただ強いだけデッキではある。よいしょ。いや、縦線とバルキリー、刺しちゃダメよって。え、めっちゃヤンキーしようかな。やめた。ピュン。これ相手ワンチャン勝てると思ってね。来るんですけど、あるんすよね。さあ、負け筋端プリ。やーい、おい。あ、もう、ね。ずるじゃんっていう話なんですけど、ええねんガチャね。じゃないっす。まあ、賞味はいいっすね。さすがに、相性もありの。いやー、私はもうちょっと大型とかね、やつらをね、しばきたいですね。カモン。さあ、来い。マジ、重量級がね、いいんですよね。プリンが溜まるからね。結局、相手が高回転だと、高回転のウッドとかファイブとか呪文とかで、5回転ディガーとか、別にもうプリンとかしばかれちゃうんでね。相手が重量級だと、まあコースとかナイトとか、マーンナイトとかでやっぱプリンが場面に溜まるので、もうこのデッキはね、プリンが場に溜まるから楽しい、気持ちいい、興奮する。そう。溜まんなかったらもう、なんやねんっていう話なので、溜めたいだけなんだよ、俺は。場に女の子をね、たくさん。さあ、ウッディ暇なんでカード回し。スケのダクプリはちょっとレアだな。うわ、これやばいな。もしかして、もしかしてだけど、君はエレジー君じゃないでしょうか。これ、待ってくれ、やばい。結構可能性があります。エレジー君来ました。まあ僕ぐらいになるとね、守れるし、なんなら下方されたのがね、でかいっすね。エレジアイがさ、8コスから7コスになって下方されたことによって、まあ前まで負け格じゃないけど、バカしんどかったんですよね、エレジアイ。全然戦えるようになるわ。あー、これモンバーくるの分かったからな。なんか、読みディーガーでもやっときゃよかったかな。さあ、で、このプリン出すと、ダクプリから、ん?ダクプリか、なんか、着衣だったらだるいか。リガでいいや。さあ、これは無視されるので、コウモリまで行くと無視できないですね。まあ、これ無視したらめっちゃダメージ入る。オッケー。いやー、これはいいコウモリ追加ですね。ここでコースを使わせることによって、この後の防衛が気持ち楽になると。ライトニングしかないので、相手はまあこのプリンどっちかを芝生か、あー、まじ、それ以外だな、まじ。さあ、まあ、プリンセスとトルネードとウッドですね。
で、そんな甘えたダックプリでね、うちのお姫様やれると思うかい？こんな可愛いプリンちゃんを。しばかすあるわけでいかないからね、ボンバー来る。あーんでしょうね。いや、めっちゃいいよ。あー、まあでも嫌な折りですね。まあでもここは、いやー、いいよ。いい雪をしてる。さあ、で、LJ は、トルネードとウッド使わないと、結構渋いので、いや、でも、結構戦えてんな。あ、着いい。あれ、早めに消すか。消すとか言って。さあ、まあまあ。あ、待って、やばい。待って、やばい。にゃー、待って、ガチで。何やってんの、俺。なんて結構渋めになってきます。いやー、これはさすがに命する。いや、結局プリンセスを後ろから出しておけばなんとかなるっていうことよね。いやー、でここはちょっと逆をもう一回攻めようか。コウモリまで行った方がいいっすね。コウモリ行きがきついからね。いや、いい。あれで、まあプリン出して、プリン出して、あー、これはユニット1回追加して、こいつは許容します。んーぬ、やばい。いや、これもう攻めなかった。あー、攻めなかった。絶対攻めなかった。絶対攻めなかった。あ、300しかないやん、相手のと。あー、これはね、これはですよ。僕が悪いね。間違いなく。いやー、もう、いやー、なんで？いや、ちょっと今のもったいないなー。エレジャイ、しばけそうでしたもんね。なんならしばいてた。うん。あの、エレジャイ2体目来た瞬間に、もう絶対でコストねえんだから、もうちょっと始まりじゃん。逆さにディガディガプリントレーナーとしていけば終わってましたね。やばい。プレイが雑になってくる。だが、しかし、まあ、だがしかし、みたいなとこある。これ、ウッドデスケ早めに回すか。ロイっすね。あー、で、一番嫌なロイ来ましたね。ゴースト型ですね。まあ、ゴーストの受けが意外と、まあ、あるんですけども、気持ち渋い方なので。まあ、これ、トレンドで、金起動しとくか。さあ、金起動できたのは熱いのと、エイムがバグれ。いいの？熱い。まあこの500はかすり傷みたいなように見えて、なかなか熱いね。後からこうじわ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 毒のような痛みがね走ることでしょう。痛いよこの500。きつ。まあ単純にデッキパワーが違えっすよね、この僕のね。なんか意味わかんないデッキと、相手のことね、しっかり環境をね、しっかり把握してるような強いデッキと。まあでもそのライトニングは、さっきも言ったんだけど、序盤の呪文はね、基本的に負けを意味するんでね、使わない方がいいですよ。いや、ガチでかい。相手が甘えたライト打ってる。これはギリギリで、タワー目の前でやると、キングがね、攻撃してくれるんで、よしよしよし。これ上の方だと、キングタワー攻撃しないんで、ダメージ、もう一発ぐらいゴースト受けるかもしれない。で、僕、攻めがなんか弱いので、プリンでやっていきます。いやー、めっちゃいいタイミングだな。いや、でも、それはさっきも言ったけど、トリトン警戒の位置の D が、え？ん？ん？なんだこれは？なんだこれは？さあ、勝ったな、これは。で、LSP があるので、いや、ライト打ちたそうだな、これ。いや、LSP でしたね。LSP 消えてから、いい、おい！さあ、勝ったんちゃいますか、ロイ。まあ、ディガー、あれだ、トレネで終わるわ。トレネで終わるから、2倍、渦巻き！
いいよこれは。なかなかの吸引力をね、あげますよあなたに。よいしょーん。さあ、ということで、もうプリンちゃんがね、安定で強かったですね。でも、ユーノとかもね、せっかくなら、なんだろうな、ゴースト、ランバー、ムートとか、そういったカードにも変えつつ、いろいろやっていこうと思うのでね、ぜひ、今後もよろしくお願いいたします。チャンネル、高評価もよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れちゃんです。またねー。